台湾時代1906年、宮尾春治から1937年4月3日は、日本の官僚、外地行政官、政治家、幹線県知事、貴族院議員、近景官志向、新潟県出身、越後国首木郡広島村の名主、宮尾玄九郎の長男として生まれた。父はこの後同村の助役となるが、この村は、 宮家の祖先が開いた地として知られていた。1881年、小島にも塾に入塾。1886第一高等中学校予科に入学。1889年本科に進学する。下宿の林家に寄遇していた神戸の河原せんべいの職人が店の出資者を探しているとの話に興味を持ち、実家の父を説得して資金を出してもらい。 翌年11月には、両国で、先米や、気分堂を開業したところ、これが大当たりとなって、多忙を極めるようになり、そのため学校の方は、欠席が加算で1891年本科2年を、落第の浮き目に遭う。この頃取った異名が、先米学士だった。翌年第一高等中学を卒業すると、帝国大学法科大学に進み、 1896年7月法律学科を優等で卒業し、銀時計を受領をした。同月、大蔵省に入省すると、官房、第二課に配属された。同年12月には、文官高等試験行政科試験に合格。その後、税務監督官、神戸税官監視部長などを歴任した。1900年4月には、台湾総督府に転じ 事務官として民政部税務課に配属。その後、アビラ税官庁、県落税官庁、淡水税官庁、民政部財務局税務課長、専倍局長、職産局長などを歴任した。1910年4月、内地に戻ると内閣拓務局に移り、第1部長に就任。その後、第2部長を兼ね、拓務局副総裁などを歴任。 1917年7月には再び外地の関東、都督府に転じ民政長官となる。1919年4月、関東都督府が廃止され、愛知県知事に発令となり、内地に戻る。1921年5月には、北海道庁長官に就任、農業の振興に努めた。1923年9月、帝都復興院副総裁に就任し、 関東大震災後の東京復興に尽力また一児動員と地整理局長も兼務した。同年12月に退官すると国策会社の東洋拓職総裁に任じられて、今度は刑場に移り翌年11月まで勤めた後、1928年12月には東拓総裁に再任され、1930年12月までこれを勤めた。 1932年9月27日、近景観志向を仰せつけられた。1934年7月、貴族院直選議員に直任され、研究会に属す。裁判年は、東京市会に関わり、市政革新同盟に壊れて1937年3月の選挙に立候補、当選を果たしたが、その直後に、持病の糖尿病が悪化し、肺炎を併発して死去した。 異界勲章等、ありがとうございます。